鳥取市のね、鳥取駅の南の大路町っていうところにね、公益財団法人鳥取人権文化センターっていうところがあるんですね。ここは昔ね、部落解放研究所って言ってたんですよ。つまり部落解放同盟の関連団体で、十何年前かな、その頃は年間1000万ぐらい県から補助金出てましたね。さらにその上に出版物をね、県が買うんですよ。県とか、あと、鳥取県下の自治体がね。まあ、今どうか知らないですよ。とにかく、そういう団体なんだけども、そこがね、インターネットのウェブサイトでね、この人権啓発パネルっていうのをね、公開してるんですね。まあ、実際これパネル飾ってたんでしょうね。その人権文化センター。行ったことあります？茶色い建物かな。これタイトルからしてちょっとね、嫌な感じしますね。普通の人の自覚なき差別。差別があり続ける社会を支えているのは、A さんが働く会社ではこの日、ブラック問題がテーマの人権研修が行われました。研修後、同僚の会話を聞いた A さんは心がチクチクもやもや悲しいような、腹立たしいような気持ちになりました。A さんは被差別部落出身ですが、同僚にそのことを話していません。僕らみたいな若い世代は、部落差別なんて別に気にしないですけどね。だよね、私も被差別部落の人と普通に付き合ってるし。A さんはなぜか悲しいような、腹立たしいような気持ちになったの、なったのでしょうか。なぜでしょうかね。次に答えがあるのかなと思ったらね、なんか投げて終わりですね。A さんはなぜ悲しいような、腹立たしいような気持ちになったのでしょうか。これはね、この動画を聞いてる方はもう大体わかる。A さんの頭がおかしいからですね。A さんがちょっとおかしいよ。これメンヘラです、メンヘラ。ちょっとね、頭おかしい。なんかもう、あれですね、ちょっとこの、ちょっと病気の一歩手前っては、境界ですね、いわゆる。で、あの時も、高校の人権学習の授業の前、クラスメイトの会話に、人権学習ってだるいよな、寝るかも。彼らにとってどうでもいいことなんだ。人権学習がある日はいつも居心地が悪い。学校休みたかったな。なんか傷つく。多分悪気はないんだよね。良かれと思って言ってくれるんだ。どう言ったら分かってもらえるんだろう。学生時代、被差別部落出身であることを思い切って友人に打ち明けたとき、どこに生まれたとか関係ないよ。気にしないよ。みんな同じ人間だよ。簡単に関係ないって言うんだな。私はこれまですごく悩んできたのに。私にとってとても大きなことを、なんだか軽く扱われてみたい。こういうのね、ちょっとなんかやっぱりね、これね、なんていうのかな、まあほとんど病気ですよ、これ A さん。病気ですね、ほとんど。もし発言に抗議したら、何でもかんでも差別をくっつけようとしすぎ、敏感すぎるんじゃないの？僕は差別してるって言いたいんですが、こんなんじゃ何にも言えなくなっちゃうよ。って言われるかもしれないって思っちゃって、まあ、この辺省略しますね。あの人たちにとってはきっと些細なことなんだよね。それをいちいち気にする私がおかしいの。もやもやすることをきちんと説明できない私が勉強不足なだけ。くよくよ考えるくせに結局何もできない私が悪い。こんなことがあるたびにしんどいし、いつまたこんなことがあるかと思うと不安になるよ。これね。まあ、わかったらわかると思うけど、まず、この普通の人っていう言葉はすごいでしょ。結局自分は普通じゃない、特別なんだっていうね。なんかもう、先民意識というか。で、あの人たちって誰だよっていうことだよね。あの人たち。多分、部落外の人たちって言いたいんかな。で、じゃあその部落の人にこのあの人たちは、なんかこういう態度取ってたら逆に差別じゃないですか。だから、このあたりはね、やっぱ、同和行政とか、これ同和教育とかでなんかどっぷり使ってしまう人たちの病理っていうかね、自分たちのやってること自体はね、それ、立場逆転したらものすごい差別的でおかしなことだよっていうことに気がつかないんですよ。だから、ちょっとある意味、精神の病というか。で、最後はすごいんですよね。あのね、昔からね、実はこういうのあるんですよ。無関心は差別とかね、そういうような教え方。それはもう何十年も前からあるんだけども、これね、2019年の資料なんですよ。チクチクもやもやさせるものの正体は、それ、マイクロアグレッションです。発する側には相手を傷つけたり、差別したりする意図はないものの、社会的マイノリティに対する無知や存在の無視、偏見や差別意識が伝わる言動のことをマイクロアグレッション、些細な見えにくい攻撃と言います。で、普通の人の自覚なき差別ですって言ってね、フラッチョーというね、この4本指の人権啓発キャラクターがなんか変な顔で指摘してますよね。いや、この辺、ここまでね、
ちょっと先鋭化してるとは思わなかったですよ。その、いや、昔からこういうやり方やって、それで理解されないのは自分たちのやり方おかしいんじゃないかっていう、というふうにね、反省するんじゃなくて、そうなんだ、マイクロアグレッションなんだと言った。自分たちが正しいんだ、この周りの普通の人たちがおかしいんだっていうね。なんでこういう心理に陥るかっていうと、やっぱ手が詰まってるんですよね。ブラック解放運動というものが、やっぱり差別者という敵がいないと維持できないんですよ。まあ昔はそれなりに差別者という人いたのかな。いたって言ってもね、そんな昔から大していなかったですよ。というよりも、やっぱ昔なんか自作自演できましたからね、そりゃ。自分でその鳥取駅の便所に枝とか書いて、それで差別落書きを放置した駅員が悪いとって、とか言って、JR の駅員なんか吊るし上げたりとか昔はできたんだけど、今あっちこっち防犯カメラがあるから、そんな自作自演もできないじゃないですか。まあこうやってね、ネットでいろいろ広まっちゃうから、その球団だのやってもね、痛いことやってるってこう IC レコーダーとかで撮られて今広げられちゃうから、そういうこともできないと。あれだ、駅の南の事務所にこもってこうやってこうブラック解放運動っぽいことをやるんだけども、まあいよいよ誰にも相手にされなくなるわけですよ。だからまさにこういうことを言われるわけですね。うん、僕らみたいな若い世代か、若いも何もね、もううちのじいさんぐらいの世代からこんなこと気にしてないんですよ、本当はね。で、いよいよ自作自演なんかもできなくなっちゃったから、もう手が詰まって、もうこれ一般人、普通の人こそ敵なんだと、ね。その普通の人、あの人たち、ブラック街の人たちこそ敵なんだっていうふうにね、なんかもう、あれですよ、昭和の頃の極左過激派とかですね、あとは平成初期の、もうオウム真理教みたいな、もうカルト教団と同じで、敵をね、作らないとやっていけないような心理状態になってるんでしょうね。なんかもうここまで先鋭化するとは思わなかったですね。だから、この資料っていうのはね、ある意味啓発になるわけです。こういうおかしなことをやってる人が未だいる。ブラック解放運動とか童話行政って何なのかっていう、そのおかしさ、気持ち悪さっていうのを理解する上で大事な資料だと思うんですね。でも、ちょっとここまでね、先鋭化してるとね、ちょっと僕も心配ですね。ここまで追い込まれてるっていう状態だったら、なんかいずれこの人ら、そのうちテロでも起こさないかっていうぐらい、ちょっとここまでね、メンタルがいってると心配しちゃうんですよね。ね、いい加減にね、もう、役割を終えてるものについては、引導を渡した方がいいんじゃないかと僕は思います。ということでね、今日の啓発動画でした。概要欄にね、このリンク先とか書いときますので、ぜひね、見ていただければと思います。